ドジャース4、2ヤンキース、日本時間29日、ニューヨーク、ドジャースの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、敵地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第3戦に一番、指名打者で先発出場。第2戦で左肩をアダッキしたが、志願の強行出場。3打数無安打1得点、1支球1支球だった。 ポストシーズン初の2試合連続無安打で打率245。チームは初戦から3連勝を飾り、2020年以来4年ぶりのワールドシリーズ制覇へ大手をかけた。大谷は初回戦闘はストレートで死球を選び、1死後、フリーマンの右声への先制3号ツーランを呼んだ。3回無視1塁は2ゴロ、1走エドマンを2塁へ進め、ベッツの右前的地打を呼び込んだ。 4回1死1二塁では左腕コルテスに空振り三振。初球6球目を振った際に表情を歪める場面があった。7回先頭では再度左腕ヒルと対戦。内角フォーシームに左手一本で打ちに行ったが、三者比に倒れた。9回1死は左足つま先に当たる死球だった。26日、同27日。 の第2戦の7回に二刀を狙った際に左肩をあだっきゅう出場が危ぶまれていたが痛み止めを服用テーピングを施して出場した試合前の両軍先発メンバー紹介では左肩に黒いサポーターのようなものを装着ウィンドブレーカーを羽織って登場となったチームは初回にフリーマンの右声3号ツーランで先制 ワールドシリーズではブレーブス時代の2021年から5試合連発となり、ジョージ・スプリンガーに並んで歴代最長となった。6回にはエンリケ・ヘルナンデスの中前的時だと効果的に追加点を挙げた。投げてはミニューデビューラーが5回2アンダム失点と高騰。9回に7番手のコペックがベルドゥーゴにツーランを許したが、逃げ切った。29日、同30日。 の第4戦はヤンキースタジアムで行われる。ヤンキースはルイスギルが先発。対するドジャースはブルペンデーで4連勝。世界一を目指す。